それでは参りましょう。まず最初のコーナーです。これを見て地元の情報通になろう、地元通のコーナーをお送りしていきます。まずは前半地域の話題を3本ご紹介いたします。それでは早速どうぞ。宮崎科学技術館ではドローンサッカーの操縦体験イベントが開かれ、多くの子どもたちが最新技術を楽しみました。このイベントは宮崎科学技術館の開館35周年記念事業の一つとして企画され、大分市に本社を置く IT 企業で日本ドローンサッカー連盟の立ち上げメンバーでもある株式会社 OEC の協力で行われました。科学技術館の特性として、技術の最先端を紹介するという使命がございまして、未来を担う子どもたちのためにドローンというのは今皆さんご存知だと思うんですが、実はいろんなところで我々の身近な生活に活用されてるんだというところが一つと、なぜあんな風に上下左右に自由に進めるのかという、その技術的な部分も子どもたちに理解していただきながら、実際はその操作も楽しんでいただきたいという趣旨からでございます。韓国発祥のドローンサッカーはプラスチックフレームに覆われた専用ドローンボールを使い、5対5で戦う戦略型チームスポーツで、ドローンボールをフィールド両サイドの空中に設置したリング上のゴールに入れてその得点を競う競技です。今回の体験イベントでは、初心者でも比較的操作のしやすい直径が20センチの小型のドローンボールを使って、ケージの中に設置された内側の広さが直径30センチのゴールを目指しました。難しかったけど楽しかったです。すごいなと思いました。思ったようにいかなくて難しかったけど、最後、一番最後にゴールを入れれてとても嬉しかったです。これでボーリングとかしてみたら楽しそうだなって思いました。宮崎科学技術館では7月にドローンを使ったプログラミング教室が行われるほか、8月にはドローンサッカーの大会も開催される予定です。気象庁ではホンダの二輪車スーパーカブで交通安全を啓発するパレードが行われ、町内外からバイクのオーナーと関係者を含めおよそ50名が参加しました。東小湯ハンドアップ運動、もう横断歩道の前では手を挙げて渡りましょうというのは、やっぱりそういった啓蒙活動を中心にやっていこうということで、あとはまあバイク乗ってる愛好家がやっぱり交通安全を遵守しながら、やっぱバイクのライフを楽しもうかという形で取り組んでおります。出発式ではハンド騎乗町長などによる挨拶が行われた後、パレード隊は川原自然公園を出発し、騎乗温泉ゆららを目指します。パレード中は警察職員が交通安全を呼びかけたり、参加者たちが時折手を振るなどしておよそ 6.8 キロを走行しました。手振ってもらったり、じいちゃんばあちゃん子供なんかこうものすごい顔が真っ赤になったけど嬉しかったです。楽しかったです。車へはちょっとどうかなと思ったんですけど、参加して来ている方なんて思いましたね。ちょっとでもこう意識を高めて交通安全ができて、事故が防げればいいかなと思って、広めていきたいとは思ってますけど。騎乗町ふるさと振興協会では、今後も走行するルートを変えながら交通安全パレードを続けていきたいとのことです。春の花々が見頃を迎えた西都原古墳群では、西都花祭り2022が開かれました。3年ぶりの開催となったこのイベントでは、2000本の桜と30万本の菜の花が咲き誇る中、出店やステージイベントなど様々な催し物が行われました。盛り上がってますね。来場者は春の陽気の中、散歩をしながら花見をしたり、色鮮やかな景色をバックに写真撮影をするなどして、それぞれの時間を楽しんでいました。しばらく外に出られてなかったので、子どもたちにもこの菜の花と桜を見せたいなと思って出てきました。綺麗だった。
そしてステージ会場では西都古墳太鼓保存会の演奏やダンスなどが披露される中、なんと私嫁恐竜もステージイベントに参加させていただき、花祭りはより一層盛り上がりを見せていました。また西都市の観光や特産品などを PR する西都菜の花レディの集大認識では、たすきの引き継ぎや花束贈呈が行われ、式典の後には新任の藤田さんと飯光さんの2人が花の苗を来場者に贈りました。大勢の人の前で話したりすることがする経験がなかったので、とても緊張したんですけど、楽しみながらできたと思います。笑顔を絶やさず1年間活動できたらいいなと思います。人が皆さんいい人ばかりなので、人の良さをアピールできたらいいなと思います。春らんまんとなった西都原古墳の桜と菜の花。菜の花は9日と10日の2日間自由に摘み取ることができます。地域の話題を3本ご紹介いたしました。はい、まず1本目はドローンサッカーの操縦体験イベントということで、いかがでしたでしょうか。ドローンサッカーって何、新しい、ね、びっくりした。聞いたことないでしょ。でもこのドローンサッカーっていうのは年齢や性別、障害のあるなしに関わらず、みんなでこう楽しめるイベント、競技として世界大会の開催を今目指しているということで、日本にも企業や大学、高校などのチームがあるそうで。そうなんだ。はい、以前日本で一番強いとされているオートバックスってあるじゃないですか、のチームが韓国ナンバーワンチームと戦ったんですが、ちょっと手も足も出なかったということで。で、その韓国チームのメンバーは小中学生だったと。だからこう若い世代にこうドローンサッカーを体験させて、こう強くしようっていうことでもあるんじゃないですか。ね、ちっちゃい頃からもうドローンに触れられるってすごい時代で、いいね。で、今これを見てね、ドローンサッカーに興味を持ったみんな、日本ドローンサッカー連盟と検索してですね、ウェブサイト見てチェックしてください。はい、日本を背負うのは君たちだ。お、いいですね。はい、また新しいものが登場しましたね。さあ、そして2本目ですが、騎乗町で行われましたスーパーカブでの交通安全の啓発パレードということでしたけれども、あのいいですね、皆さんでこうそういったことを呼びかけていくっていう活動が ね。で、あの騎乗温泉館ゆららは全国の温泉の中から行きたい温泉を選ぶ、温泉総選挙2021で、この審査員特別賞というものを受賞しているんですね。はい、で、こういった株主という、ね、風に言われてますけれども、バイクの集まりであったりとか、その株あのいろんなイベントで地域おこしとか地域貢献、社会貢献をしたということでね、今回この特別賞、審査員特別賞を受賞したということで、ね、またぜひとも皆さん、今交通安全期間中ですよね、春のね、ぜひとも皆さん気をつけて、あの運転とかしてくださいね。はい、はい、ということで3本目、西都花祭りということで、まあ、我々ね、あの MC と、まあ、ネタとさせていただいたんですけど、久しぶりにね、こうイベントの司会とか、あとネタとか皆さんの前でね、するの本当2年ぶりぐらいだったんですよ。そうなるか。結構緊張していったんですけど、皆さんめちゃくちゃあったかかった。どういう意味かな。いや、あったかかったね、本当笑ってくださって。で、天気もあったかいし。なるほど。あとね、同級生が5人いた。お、そんなにたくさん。結構その祭りがあるのを楽しみにしてた方とか結構いらっしゃったんじゃないかなと思って、ね、そっか、はい、いいですね、あのマイク1本に2人で立つっていう、あのお笑いっていう感じが久しぶりやった。はい、なんか新鮮でした。本当、来年もぜひ呼んでください。はい、桜も菜の花も見頃でしたね。ということで、地域の話題3本ご紹介しました。